ほんまにね、いろいろございますけれども、この間ね、もうつい先日ですけども、はい、あのおかんからね電話がかかってきまして、で、おかんがね、うん、そのアンテナつけて、アンテナを、うん、ほんでこのファンダンゴでこれを見てるんですって、どうやら、はい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 、家で、うん、ね、おかんがこの間電話で携帯ですよ、うん、今一人かって言うんですよ。で、ああ一人でしょ、うん、一人やって、ほんま一人やったから、うん、一人か、うん、一人や、なんやねんな、チアラトーク見てたけど、あんなに怒ったらあかん。お前そんなもん、お前息子が出てきて適当に喋っとんの見て、なんで怒ることがあんねん。ああ、この受話器から漏れる私の声を誰かに聞かれたらあかんと思ってないやん、思って一人か一人かって聞くいうことは、なるほどなるほど、誰にええ格好したいねん、誰にほがらかでありたいねん怖いですよ、本当に。ほんまにね、ほんまにそうやってね、うん、親の言うことは正しいかもしれませんよ。なんで？いや、そうやって怒ったあかん怒ったあかん言うてね、うん、けどももうね、じゃあこれを聞いてくれと、もうねレンタルビデオ屋行って、はいはい、ね、あ、年の頃ならあれ24、うん、女2人が、はいはい、ね、はい、そない言うたって広くないですよ、はい、通路は、うん、まあ、両方にビデオを置いてるわけですから、うん、ね、邦画の、はい、まあ、こっちはなんかドラマを置いてるわ、はいはいはい、ね、はい、それをパッケージ持って、うん、なんか喋ってるんですよ、うん、で僕は邦画のこの辺で、そのこいつの2人はこっち向いて喋ってる、はいはいはい、僕はこっち向いて喋ってる、うん、誰とやんの、あ、じゃあ、いやいや、どういうこと、いや、その黒沢先生にどう、そちらはどうですか、見えた赤も見えてるまあまあこうね、うんうん、ね、うん、こう、まあ、こうしてたんです、はいはい、ほんならその、まあ、会話が聞こえてきますね、はい、どっちだろうね、でもやっぱミキちゃんじゃない、ほら、え、そうかな、うん、私はでもこうちゃん言って、うん、ちょ、え、何の会話思って、はいはい、パッて見たら、その中谷美紀と柴崎コウがどっちが可愛いかっていう話をしてんねん、24、5の女が夜の12時や1時に集まって、はいはいはい、ね、うん、何の話やねんそれ思って、うん、ほんでなんか聞いてたら、うん、あ、そうか、あ、そうか、あ、そう言うて、あ、そうだね言って、うん、中谷美紀が可愛いっていうことで落ち着くねん2人が、なんで何がおもろいねんこの会話思って、ほんならこいつらはこう言って俺はこう行きゃいいのに、それはなんか知らんけどこうなってもうてえ、さ、聞きたないけど聞こえてくんのよ会話が、ほんならその一人の方がアホアホワンツーのツーの方が、ツーの方が、じゃあワンの方がどっちでもええわ、もう手前か奥で言え奥が奥かいな、おが、おどうやらね、あなたご存知ないかも分かりませんけども、ね、伊勢谷友介っていうね、もともとモデルやってて、うん、今映画に出たりしてる役者がいてるんですよ、うん、ね、うん、いてるんです、うん、伊勢谷友介っていうのの、はいはい、ものすごいファンなんですって、その奥が、はいはいはい、ね、うん、ほんでその会話がね、うん、でもさ、でその出てんの、そのこれ見た言って、はいはいはい、どうしてドラマに出てないのに、うん、こんなにかっこいいんだろうねって言って、いやいや、ちょっと待てと、もう完全におかしい、100歩譲ってこんなにかっこいいのになんでドラマに出てないんだろうねって分かると、ドラマに出てないのになんでこんなにかっこいい、おかしいやろと、なんやドラマみたいな、なんか滝かなんかあってそこくぐったら男前になって出てくる感じか、なんや、なんやそれ、おかしな、なあ、はあ、ドラマに出てないのになんでこんなにかっこいいんだろうね言ってるんですよ、
ね、そんなもんいっぱいおると、うん、おるな、コンビニ行ったってめちゃめちゃかっこええ兄ちゃんおると、おるおる、なんやドラマには出たけど今はフリーターかいうことになってくるやんか、うんうん、そうやね、ちゃうやん、うん、もういらー、はいはいはい、いらー、来るね来るね、カラッとツアー思ってたら、はいはい、その手前がおおこれもう出てるよみたいなのを見つけよったんや、うん、ほんならその奥の方が、うん、うっそ、うわ本当見なきゃでしょって言うよ、何それ、何それ、何やねん、そんなとこ気合入れていらんわ、見なきゃでしょって言って、勝手に見や、マジやで、もう一本あって、うん、うわ見なきゃでしょ言って、ほっちゃうか、いやもうちょもうイラーきて、うん、わかん言うて、俺方眼も手放して、はいはい、洋眼を行ったんや、うん、ベッカムに恋しての方行ったんや、おお行ったった、走れ一郎のとこにおったのに、おおおお腹立つわ思って、うん、何やそれ見なきゃでしょ、うん、何やそのなんか言葉の持っていき方、はいはいはい、腹立つわ、これなかなかイラッとさせる言葉のランキング高いなぁ思って、はいはいはい、ほんでこっちおったら、じゃあ行こうかみたいなんで、わー帰るとこパッて見えたんや、うん、手ぶらやで見なきゃなんでしょう、バカじゃねえ、スタヤもあれ入り口にフルフェイス、ペット、女2人ってもう禁止しとけ何て言うんでしょう、はい、もうね、僕もねできることなら、はい、もう穏便に穏便にことを先へ先へ進んでいきたいんですけども、はいはいはい、本当にねもうね、もうこれもう言いますけどね、うん、カード会社から電話あって、うん、その審査をどのこうので、はいはいはい、あのご確認のための電話ですっていうのがかかってきたんや、はいはいね、うん、ほんで俺職業欄も白紙で出してたんや、はいはいはい、名前と住所だけで、うん、ほんなら、名前はこれでいいですか、はいいいです、住所はこちらですか、はいそうです、電話番号こちらですよね言って、で、職業の欄が白紙なんですけれども、お職業、ご職業は言われて、感動ったわ、嘘つけよ、ああ言うたってそんなもんお前噛み倒しやな、嘘つけよ、ご職業やろって言って、向こうはプロや、いや言うたったんや、一日何百回言うとんねん、噛んでて噛んで、嘘つけよ、ほんでな、嘘つけよ、 ありがとうございます、ご職業でございます言って嘘つけよ、お手数おかけいたします言って言いよったわ、言うてない言うてない、ほんでね、うん、あーもう嫌やな思って、うん、あーもう自由業、うん、は自由業はちょっとやばいか思って、うん、そんなとこもビビるやん、噛んだ感じにして、それこそ自営業なんか最低や最低やお前、あはい、会社の連絡先は、いや家でやってるから、うん、はい、ご自宅の方で、どういった職種でしょうか、うん、いろいろなんやねんカードの審査なんだ、腹立っていいな、腹立っていいね、ちょちょ、何やそれ、うん、あ、分かりました、じゃあ握手ということでってなって、うん、おじゃあそちらこちらでもう一回審査の方を通しまして連絡が行くと思いますって言ったから、はいはいはい、ちょそれで職業書いてないから審査落ちるってもし何やったら今言うてや、うんうんうん、ほんなら、いや私はそちらの部署の担当ではないのでそれは言えません、カミカミやなそいつね、うん、お前な、お前来たてか名前は名前は、うん、いや日本で生まれておりますそちらも言うてたわ、言うてるか、言うてた、仙台の方で嘘つけや、豆腐屋のね次男坊として生を受けみたいなこと言うてたわ、嘘つけや、なんでそんな審査も通るか通らないか分からへんのやつにお前自分の身の上話ですもん、ほんで、うん、ね、あ、いやほんでもう通らへんのやったら俺もう言うしよ、はいはい、もうめんどくさい行って来いでまたあかんかったもうとか言うのも鬱陶しいから、いやそれは向こうのセリフやで、なんで先に職業言わへんねんこいつ、
なんか嫌やねん俺言うの。何が嫌やねん。だその指定しないやつに、ほんでもう分かったもうええわ、うん、あっ、うん、よし俺も男や、うん、ズッバー職業言うだろう思って。全然男っぽくないけどさ。かけかけ最初に。あのそれ職業言うだは通んのかいな。あまあ、あのはっきりとは申し上げられませんが、まあ、そういう可能性は高いかと思われますって。あ、吉本興業でタレントって言うた瞬間、タレントぐらいでですよねって言うて。知ってたんや、名前見ても分かってたんや。ちょっと自由業の時もプブって来てたんや。違うやん、ブブッとこさしたんはお前やんか。最初から吉本興業のタレントですって言うてたら、ブブッて笑われることもなかったやん。お前が遠回りして遠回りして行くから、ちっちゃい笑いがここで生まれ、しょぼい笑いがここで生まれしとんねん。そんなもうズバッと言え。ズバなきゃでしょ。それはなんか俺の心打たへんかったな。お前な、俺ほんまにお前にだけ、ほんまちょっと今日は俺ほんまにこいつ切れたろかな思って。ないね今日。この前、内村プロデュースっていうのでね、もうわー集まって、うん、やれカイジャリー、カイジャリーって今はちゃんクリームシチューや、うん、サマーズや、あと大阪から TKO が来てたりして、はいはいはい、で他にもなんかおったな、いろいろおった、土田とか、うん、わほんでこっちで楽屋でちょっと時間あるんで待っていてください言われて、ほんでなんかこっちでうわーなんか喋って、ほんここであのクリームシチューのあ、上田と、サマーズの大竹さんがずっと二人で喋って、俺だけやん一人、ずっと俺楽屋で一人何十分も、うわーお前はおあーあーちょっと来い言って入れたへんやん俺。なんでやん。俺はずっとおしぼりウエッティコロ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 、もうはもう乾いてたでお前、先ちょぱ出てるやつ。アホかだ、ほんま俺キレたのか、ぶつけたのか。なんでやねん、お前ばっかり楽しそうにすんな言うて。ちょちょ俺よ、だからわあ喋ってる時に、あそうやさうちな弟おんねん、おおおみんな知っとるわ。なんお前全然お前俺のこと見てなかったな。こいつあいつ痛いな。お前や。何よお前、まず俺をプロデュースせよ。考えられへんわ。何のためにお前はお兄ちゃんやねん。どういうことやねん。お前に友達まで提供せなあかんのかお兄ちゃんやろ。してたんすか。家でゴロゴロしてました、はい、あまだ息子ちっちゃいからさ大変やねん、どっか行く言うても。あじゃあどこも行かず。どこも行かず。どこ行った。僕はあのおばあちゃんのとこ行きましたよ。あそう、うん、遊びにね行ったらね、うん、おばあちゃん今ね絵画教室に通ってるんですよ。ほうほんでおばあちゃん家パーッと入ったら、おばあちゃんが描いた絵の下にカレンダーがついてるみたいなのを部屋に貼ってて、富士山あってナスビ貝の木あって、うん、鷹が飛んでるよ、ね、うん、絵を描いてんのドーンって、うん、おばあちゃん何やなこれ、お一富士二鷹三ナスビやかな、うん、見たんや、夢でこうちゃん見たんや、おばあちゃん夢でな富士山あって、ほんでバーって登っていったらナスビが鳴ってて、そこずっと鷹が飛んでんねや、おばあちゃん見てん回転、ああそうそうはね見てんで、富士山ナスビあって鷹ずっと飛んで、それ見た年におじいちゃん帰ってきた戦争から。あ昔の話かい。今年ちゃうんかい。昔の話かい。初ツッコミは昔の話かい。あれもね、
いろいろございますが、はい、俺な、あの正月休みやったけど、はい、どこも行ってへんかったから、はいはいはい、2月に、はい、今月、はい、ゆり君とよっちゃんと旅行行ったやん。おうおうおう。ほんでな、やっぱ強烈やな。よっちゃんとゆり君っていうのはこれ高校中学の同級生で、ほんで俺、はい、でマー君、はいはいはい、であのブラザーズの谷口、はいはいはい、これね、よっちゃんとゆり君はあれほんまにね嘘みたいやもんな。いや嘘みたいやってもなあ、すごかったで。すごいで、俺ほんまによっちゃんのせいである人引きこもったっていうのがあんねんで。なんでなんで。俺中学な、あれまあ言うたって進学校や。俺小学校の時受験して入って私立の中学6年生の高校まで行って、入学式終わって何人かもう初対面のやつばっかりやから、でなんか駅までこう向かってたんや、はいはいはい、ほんでなんか「千原君は家はどこ？」とか言うぐらいのもうなんか気持ちない感じの会話をしてる時に、向こうからあのカーネル・サンダースを持ったよっちゃんとゆり君が「ジュニア！」って来て「ああこんな人と友達なんだ」みたいな。そんな誰も笑ってない、よっちゃんとゆり君とカーネルだけや笑ってない。そのアホ2人と旅行行って、俺らは5時半ぐらいに着いてたの、うん、その旅館に。おうおう。であのよっちゃんとゆり君は仕事終わらせてから来るって7時ぐらいになるって、ああで俺まあまあそれまでに温泉入ったりしとこうやって、うん、まあまあ温泉入ったりなんやしてやつらを待ってたわけですよ。ああああ、ほんならやつらが来て、はい、でその谷口とかがそんな地方にプライベートで旅行はあんまり行ったことがないし、はい、温泉町になんかゆっくりするなんてことはないと。仕事では行ったことあるけど、はい、ほなあのすいませんって、こういうとこってあの噂で聞いたことがあるんですけど、はいはい、あの芸者さんとか、はい、お座敷ストリップとか、はいはいはい、なんていうの、女体盛りとかあるんですかね、はい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 、普通の質問やね、はい、それは別にそれをしたいとか、うん、そういうことじゃなくて、まあまああんのかなっていう、あんのかなっていう、うん、ほんでいやここは多分ないと思うんで、はいはい、最近そういうのないし、はい、みたいな普通にしてんねんで、うん、ほんならよっちゃんもそこによっちゃんおんの、よっちゃんもよっちゃん来ておって あるよって言い出したの。でおかしなこと言い出したぞ思って、こうやって何飯普通に食ってんねん。でまあよっちゃんその辺座って食っとったわ。で谷口はやっぱ先輩の同級生やから、うん、もちろん敬語なんや、敬語敬語で、あるんですかねねえって言ってて食ってて、うまいなって、よっちゃんがその話聞いて、あるよって言ってゆり君が遠い目に座っててんけど、ゆり君見てなあって言うたら、あんたまたあれかいなって始まんねんなんやねんと、なんやと、素人のコントが、コントが8時にゴールデンや、もう始まって、ほんでバッてゆり君も抜き出すねんなんやねんそれ思って、ほんでまたあんたあの厳しい仕事かいなそれその時はカニがメインやったから、今日のカニ代だけは稼ぐぞおめーわけのわからんコントが始まって、で従来のよし今日は昨日考えてあれにするかとかわけのわからんコントをずっと作っていってて、で今日は普通の女体盛りじゃ皆さん喜んでくれはれへんからあれやるで、あれは嫌やあんた、あれは嫌や、何すんのかな思ったら、カッチカチチンチンに焼けてるカニとかをペチペチって投げる、あの鶴ちゃんのおでんみたいなんで、あちゃちゃあちゃ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 って、ね、もうそんな永遠やりよんねん、2、3時間びっくりすんねん、2、3時間やり続けて、ね、いやもうおもろいやん、おもろいなそれは、だってグタグタやねんもう途中からダブル嫁はんなっとんねん、どっちもあんたあんた一緒やんもうキャラで、それもゆり君のキャラの方がウケてると思ったよっちゃんが乗っ取ったれてきたんとかも見えんねん旦那より嫁の方が多いしグワーッ丸出て、ほんでやっててこれぐらいじゃもうお客さんが飽きてきはった飽きるわお前3時間も見せられたらもっともっと最後のあれや言うて、ちょうどその頃に
おじやができてた。あー怖いな、やばいやばいって、お客さんの中でおじやをかけた人はいませんか。なんやねんそれ思って、ね、あ一番前のお客さん言ってあのマー君友達行ってて、でマー君にじゃあかけてくださいって言ったら、ゆり君が乳首の中心にかけてください、黒いところにかけてください、なんか知らんけど、んでこうやってやったら今度あたたたたなるやん、ちょうどあのデザートのアイスクリームがあって、今度よっちゃかせるあんた熱いんかって、もうダブルおかんやから、あんた熱いんか言ってガーって乳首に塗りたくって、お客さんの中で舐めたい人いませんか。今度もしゃあない順番的にタニヤンやん、タニヤンがゆり君のここについてアイスクリームペロペロ舐めて上手やい、ほんならそこでもう自分ら二人ではネタが尽きたんやろな、タニヤンを取り込もうとしてはぁ、お前はあの時生き別れになったって言い出して、タニヤンドライするのかな、でもタニヤンどうしていいか分からへんから、そりゃなきついね、きついよ、なかなか素人のコントやっててこんなことされんのないもんな、ないよ、でこうやってタニヤンも どうしようってなってんねんけど、ああその時はまあ入らずに、ああなんかうまいことすり抜けたら、ああ二人がやっぱ違うみたいやなってやっとんねん、それはそれでまた顔忘れたんかなとかってまたやっとんねんな、あ違うってどっちか違う生き別れになったこうじゃないかもっていうことがいいな、あーもろ、ほんでそんなんずっとやってて、ほらもう10時半ぐらいかな、ほらなって、ほらもうそろそろお開きの時間です、今日はありがとうございました言って、なんかあの個室やったから、あの入り口のとこまで行って、二人でこうやって正座して座って、こうやってありがとうございましたって、あんた感情の話はちゃんとせなあかんでって言って、で分かってるわよってどっちも分かんねえな、まだで、あの今日のお題はいかほどいただけるんでしょうか言って、ほなまあ一人一万ずつで3万がないとほんまに払わへんけど、冗談で言ったら、たった3万ですかってゆり君が言い出して、しゃあないがなって途中それだけの原因があるんやって、ほんであの今日は10万は稼ごう言うてたやないの言って、うん、今日は見てみ、うん、この旅館は盛況や、うん、よその部屋行ったら稼げるってほな行こうって言ってグワッて行って、行かへん思うやん、ほんなら隣の襖がガラガラガラって開くことあかん、タニアあかん、行けタニア、分かりましたってメガネ上げつつやかけるやいないや、ぐわー二人連れてなんでやねん、おもろいやんけってわけのわからんこと言って、お前らぶっちゃ笑ってたから隣の客も笑うやろ、なんやねん違うがな、来てるやつやな、来てるやつやって、来てるやつやで、ほんそれで、はあ、あの食事終わりました、はあ、な、はあ、食事終わったらまあ普通に、はあ、寝るだけやと、はあ、ほらあの寝る部屋ガラガラって入ったら、ゆり君が、うん、わっ修学旅行来たみたいって言いよって、うん、でもそれは昔から、うん、やばい時のスイッチやって分かってんねん俺、うん、そのえ修学旅行来たみたいがあかんの、うん、あかんねん、うん、そっちのスイッチ入ったら、うん、もうあかんねん、うん、あほそれと一つ言うけど、ゆり君は今までずっと7時から始まったコントの間、うん、一滴も酒飲んでないからね下校やから、ああそれでガーッて来てわーって やりだしたよ、ああのあのカードしたりして、ああみんなでわーって盛り上がってて、ああほななんか知らんけど、あのカードで「クイコの野郎クイコの野郎」とかってやってたら、ああ今度あのダブル猪木コントが始まるんだよ、「クイコの野郎栗戸がこの野郎」って言うたら、タニアンがカーンって言わなあかんねん。なんやねんそのコント、カーンって言うたら、あのマー君があのプロレス好きやから解説もせなあかんねん、マー君と解説して、ダニアンがあのレフリーしたりとかして、でずっとやって、ほんでまたじゃあもう、はいはい、コントしよう、あ今度じゃあカードしようってなったら、またやってる間にくねやろうくねやろうって永遠続くねんな、でもうそれも終わって、ほんで寝て
寝たいでもまあ1、2時間や、うん、目つむったぐらいや、うん、パッて起きて温泉行こう思って行って俺と、マー君と、うん、タニアンと、うん、3人で行って、はいはいはい、2人は、うん、あの寝てたから、うん、あんだけほたえたらそれ寝るわ思って、はい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 、お子さんといたろうと思って、はいはい、わーって言って、うん、で帰ってきたら、うん、あんたってあんたってまた聞こえてくんねん。何やねん部屋から部屋から、ま、えネタ合わせとかそんな反省点かなと思ってそーっと開けてみたら昨日のその旅回りの夫婦が出会った頃のプロローグコントを二人でしとんねん朝一で恋に落ちるまでを おめえみたいなもんの代わりはなんぼでもおるんじゃそんなひどいグレード低いのうん、すごいなあ言ってすごいね、うん、ほんであのお土産物屋行く言って朝まあ10時ぐらいに出たんかなほなまあちょっと次の目的地があったんやけど、はい、行く途中に、はい、お土産を買おうって お土産物屋寄ったんやでそこのお土産物屋がやっぱカニがうまいとこやからあの寒いわけですよ、はいはいはい、ものすごいほんなあのお客さんにまず甘酒飲んで、はい、温まってゆっくり見てくださいみたいな感じで無料で渡してんねや、うん、サービスでこう置いたんで、ね、ポットに入っていっぱい、はいはいはい、ほんならそんなんをあ、タダやと思って、マー君これタダでやってるでって言ってて、マー君もうタダとかのもんって絶対ええもんないから、ええわ俺。ああなるほど。見てみーな言って、ほんならあのよっちゃんがそんなこと言うたらあかん。みんなおいしいおいしい思って飲んではんねんから。こっつけて大人や。思って、わあよっちゃんもう成長したと思って。ほんでマー君がいやでもよっちゃん見てみー、しょうもない奴らばっかりやで飲んでんの。ほんまやぶわー言ってお前らただや思って何本でも飲むなアホ作る人の気持ちも考えろちょっと優しいねすごいねすごいよ土産物屋でも、はあ、もうえげつなおばはんおって、はあ、くっつえげつなおばはんが、はあ、カニがいっぱい、はあ16,000円、はあ、まあくっつええカニなんやろな、はあ、俺ら見て分からへんけど、はあ、生きてるカニですわもうかあったないやじゃあかっこいいとかそんなんじゃない関節そんなんないなこうだからいっぱい1万8000円か6000円な、1万円でここからもう8000円う、2杯で8000円おうで3杯で、1万円とかでなんかどんどんそこ下がっていくんだけどほんならおばはんがこの一番高いやつを隣の隣ぐらいにこそっと入れよんねああちょっと引っ込むやんほんで、なんか、でそうなんとか、おっさんとか、もう見たらわかんねん、やっぱプロやから。なるほどね。カニのプロやから。ああだからもう、ちょっと奥さん勘弁してって。ああやってんねん。うわ、えげつない。えげつない。ほんで、あの、おばはんが、ああいやでも私ら、なんか、どっかね、遠いとこから買いに来たとか、わけのわからん理由やねん。なんそれ。勝手に来たやん。はあ。うん。ほんで、なんや、言って、ああ来たとか言って。ああだから、その、一番ええやつを、ああこの値段で2匹つけろって、まあ、半値にせえいうことを言うとんのああそんなん無理やって言ってでおっさんももうちょっといやほんまあかんってでお客さんやからどこまで強く言うてええか悪いかみたいなが見受けられんねんこう駆け引きがね、うんうん、それをよっちゃんが見てたんやあうおいおばはんあいかんかむちゃくちゃやんかなそんなもんお前なお前やお前この大将なカニで飯食うとんねんあんなもんこんなもん安い安い値段で売られへんがな全部下げなあかんようになるやろそういうもんやこういうもんは言ってあんた関係ないやないのお前こそ関係ないわって言われるよお前の関係やから、うん、わー言ってお前みたいなもんこれ食うとったらええんじゃ言ってテンション上がったんやろそれもまあ良かったけど一番安いカニやったから足ブリーンとってこれ持ってこれ持って帰れ何それどういうことこれ持って帰ったあかんゆりくんがそれ見て俺の子開けて
て、よっちゃんじゃやっぱかっこいいなって言って、でそのなお土産物屋行く途中までもな、ああ走ってる車やで、ああよっちゃんの車、ああ俺らの車、ああで2台でこうついてって、ああ前の車はよっちゃんとゆり子乗ってんの、はいはいはい、でこっちはマー君と俺と谷谷乗ってどんな会話しとんねん中で2人で、いやほんまにブーンって走ってて、ほんな突然走ってる途中やで、ゆり君が助手席乗ってたけど、ドアバーンって開いて、明らかに降りようとしてんねん、なんやねんあれ、なんやあれ、ね、キュイって信号で止まって、よっぽどのことがあったんやと、ほんな信号止まったから降りよるわと思って見てたら全然降りへん、おかしいな、おかしいね、さっきあんなに降りたがってたのに、そんなもん2回ぐらいあんねん、怖いわ思ってびっくりした、すごいね、ほんで、はい、実家に嫁はんと息子預けてたから、うちの実家に、うん、預けてたから、一言言うて、なんでうちの実家さんは分かったんや、ええがな別に、うん、はい、で酔って、うん、息子の顔見て帰ろう思って、うん、でもうそろそろほんな飛行機の時間し帰るわって言ったら、ゆり君がボロ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 泣き出して、おぉどないしてんゆり君、いやこんな楽しいこともあと何十年か経ったら一人死に一人死にでけへんねやと思ったら、かなすごい長い感じで考えてんねん、40年50年のすごいな、すごいってスペクタクルやな、いやすごかったってすごいね、すごいはびっくりすんで、すごいな、家族がおかしいねんな、だってゆりくん、ゆりくんとこ、ゆりくんとこの親父もおかしいねん、びっくりしたんやけど、ゆり君のこの親父って毎年10月の中頃になると誰も頼んでないねんで、誰も何にも一言も頼んでないんだけど、火の用心かマッチ一本かじろもと火の用心で指示になったらしだすね、それも毎年10月から、なんでやって聞いたら、野球が終わると始めんねんて、はい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 、がオフに入るとものすごい巨人ファンやから、はいはい、巨人ファンむっちゃ見なあかんから、はい、そんな時はやってられへんかって、はい、ここ始まんねんけど、はい、ほな時期が、うん、なんかもうそろそろ始まるなっていうのを近所の人は分かってんねんけど、はい、突然角からおっさんが火の用心で出てくる前から、危ないねんて、車で帰ってくる時とか狭い道ボーン出てくる、ゆりんとこの親父でも二十何年続けとるからやめろとも言われへんねんて、ほんでもちょっとそれが警察に苦情が殺到して、危ない言うて、危ない言うて、あいつの方がよっぽど用心させなあかん言うて、ほんでそれをどうしたもんやと、でもポリの方も別に悪いことしてないから、まあ言うたらな、ほんでどうしようって考えた結果、ポリからこれをつけてください言うて、反射板のついたタスキを持って、それをつけてやってくださいって言ったら、なんか知らんけどゆり君の親父の中では表彰されたみたいな、がっつり張り切って今度12時過ぎまでするようになってて、ガッツリ後半これもうだから頑張らなあかん言うてで、あかんあかん言うて、アホやな、はあ、かけやな、すごいよ、むっちゃおもろいよ、ほんまにね、あなたにそういうキテレツを集める能力があるとするなら、うんうん、僕は逆にテレビの映りを悪くする能力があるんちゃうかっていうぐらいね、もうどこに引っ越しても若干悪いねん。ああ、ブラウン管の映りがかいな。映りが、うん、もう一時ひどい時なんて、麻布のに住んでる頃なんて、モーニング娘。40人ぐらいおったん、多すぎる。チャゲアンドアスカ8人組やで。多すぎるな。多すぎんねん。次引っ越しても
またなんか若干悪いね、うん、ほんで大家に言いに行ったら、いや、うーん、いやそんな苦情ないですけどね、いや悪い、いや共同なんで、いや分かんないですけどみたいな感じになって、またや若干悪いね、これあかんなこれ思って、うん、大家電話して、分かりました電気屋呼びますって、電気屋来て見せてくださいって、あ悪いですね、テレビつけて1、3、4、6、8、10、12で見ていきよんねん、こんな感じで、うん、1、3、4、うん、ああすごい悪いですねってバー見に行った、アンテナが屋内アンテナやったと、ついてたんが、はいはいはい、雨とか降ってそれが入って水が、はいはい、ほんでちょっとなんか映る悪なってた、それを屋外アンテナに変えました、そりゃそうでしょ言って、うん、お前バー見に行って、1、3、4、6ってやった時に、もう今まさに印籠を出そうとしてる時や、角さんが水戸黄門で今まさに8って変えようね、うん、いやもうちょお前わびさびないな、それは見ろや、一応それは待ってから行けや次思て、あれとさこいつあ思て、もう一回角度直しに行ってきますって直しに行って、ほんで帰ってきたよね、また1、3、4、6、8ってやった時に、なんかイルハン考えるサッカー選手が来たいうニュースやってんねん、ちょっと見ようって、何見てんねんお前何お前人の家で情報入手しとんねん、それは腹立つな、腹立つわ、腹立つな、何イルハンちょっと見とんねん思て変えてって言うたもん俺な、腹立つあれ、腹立つな、あれ腹立つで、あそれ腹立つな、腹立つ今に分かるわ、なんか車やな、うん、で渋谷で人と待ち合わせしてて、うん、ほんで車道あって、うん、で横断歩道あって、で歩道がこうあるやんか、うん、な白線がこうなってて、ほんでこのちょい先に止めれたらよかったけど、そこにもう車止まってたから、はい、な、うん、もうええか俺も乗ってるし、でもすぐ来よるから、でバッてそこ止めてたんや、おうおう、ハザード出して、はいはい、な全然車行けるで、はいはいはい、ほんでまあまあ歩行者には迷惑やけど、まあ、ちょっとこう行ってくれたらまあ渡れるし、おう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 と思って止めてたんや、ほんで待ってたんや、コンコン言ってパッて見たらポリや、うん、4人、うん、ドーン降りて降りてって、うん、おっさんが5時ぐらいの、うんうん、え何何、いや歩道だからここダメでしょ、うん、あの停車禁止だから、うん、そりゃそうやな、確かに確かそうや、うん、ああ分かりました、どきますわ、いやちょ降りて、いいから言って、うん、ちょっといろいろ調べさせてもらっていいかな、車の中、うん、ほうえなんで今お前な、うん、ここに止めてることがあかんねやろ、うん、これどかすよ、うんうん、いやもういいから、それはいいから中いろいろ見して、うん、で、若い3人にダッシュボードとか見ろとか言うて、もう何探してんねんなあおめえハイデラに家に匂いのするコロコロの玉とか入れてんやんけ入れなさいって言いたいの、言いたいんや多分、いや何を探してんねんとなあ、いやいやほんとね、いろんな危ないもんだとかね、いろいろおかしなもん持ってる人も多いから、いやほんでこれな、何協力やろ、うん、じゃあ断れんねやろ、うん、断ります、うんうん、協力いたしません、うん、疑われるよ、いや疑ってるやん、疑ってるから今こうやってんねやろ、今に始まったことちゃうわ、とりあえず財布見せて、財布と俺もうガー財布取られて、うん、バー免許証とかバー見て、ちょ何探してんねん、うわみたいな若いやつが、うん、バーって返しよるから、うん、いや何してんねんお前、ありがとうございました、いやありがとうございましたあれへんやろ、うん、って言ったら、何大きい声出さないで何とか言って、そのおっさんが来たもんやから、そいつに守られて、こいつが、うん、ありがとうございました
ちょっともうどうしようかな、どうしようかな、みたいな。どうしたろ、ほんまに。明らかに俺より年下や。それや、もうすどうしよう、思って。うん。なら、ちょっと見させてもらいます。おい、で、ブワー、見てんのも、ここもうバカー開けて。ちょっと何探してんねん、何探してんねん。閉めて、おっさんが、なんか出てけへんもんやから、こんなスプレーぐらいしか出てけへんから、匂い消しの、うーん言って、トランク開けてって言われて、何探してんねん、おいおい言って、何探してんねん、おいおいおい言って、いろんな角度から見てたって言うて、トランク開けて言うて、トランクボーン開けて、俺トランク何にも入れてないねん、トランクバーン開けて、綺麗にしてるね、いやいやいや綺麗にしてるね、何それ怖いわ、汚かったらどうしてた、もう少し整理整頓するようにか、おもろ、たまらんわ、おもろ、何やってーってポリニア、うん、言うたらもうそれは渋谷の道玄坂登ったとこやから、うん、人とかにうわーってきてて、うんうん、調べられてたらな、4人にうわーって調べられてんだよ、うん、腕まくって回ってんねんぜおかしいかしらな、ダダ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 や腕をまくり回っていました怖いわ、あの話聞いた、大山が、うん、大山ってね、あの吉本新喜劇にルミネでやってる大山秀夫っていう我々同期ですけども、大山が韓国映画のオーディションがあるって、うん、呼ばれて行ってんて、その話聞いた、聞いてない、行ってんて、ほんならその監督が結構有名な監督で、うん、ほんで俺全然知らんねんけど、不夜城を、うん、ね、うん、不夜城を、長谷清舟原作の不夜城を監督した人やねんて、うん、その人がまた日本で今度レスリーちゃんが主役でやると、うん、ほんでオーディションで日本人を探しに来たっていうんで、うん、ほんでオーディション会場行ってんて、うん、オーディションってその受けたことないから大山は、うん、何やどんなことさせられんやろ、はいはい、思ってたんです、ほんで、まあ、ペライチの台本みたいなの渡されてこれ やらされるとか、まあそんな感じかなと思ったら助監督みたいなのが来て、入ったら監督が適当に設定を言われますんでそれを演じてくださいって言われて、うん、マジかそれ思って、ほんま緊張しつつも、じゃあ次の方言って大山呼ばれて、その監督ドーン座ってみて、おっさんがバーイプロデューサーやなんやいっぱい座ってて、その映画がなんか料理の鉄人みたいな設定やねんて、はい、その料理人同士が戦うみたいな、はい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 、じゃあそれの司会者って言われるんて、うん、司会者って言われたら助監督が、よいスタート、でも始まんねんて、うん、で大山もこれはもうマンションも買うたし、ああ2人目もできたし頑張るなあかん言うて、さあ始まりました言うて、うね、どっちの大山賞言うて、うね、で、まあ、こちらの料理見てみましょうどうぞ言うて、あー素晴らしい美味しそうですね、じゃあこちら言うて、ね、勝者こちらみたいなんで、うわーってやってんて、ほんならみたいな、その審査員席がザワ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 ってしてるんで、ほんでみんなそのワンシチュエーションでお疲れしたって帰んねんけど、ちょっと待ってくれと、うもう一シチュエーションやってくれへんかって言われて、おね、おあーってなって、大山なるわもう一シチュエーションってなって、ほんならまた監督が、電車で小説を読んでる女の子をナンパするシーン、よーいスタートって始まんねんて、うん、なほんなんか知らん、なんか女パー来て、うん、こうやって呼んでんねんて、ほうほう言って、大山頑張らなあかん、マンションもこうだし、おうもう変やな、2人目できた、おうもう変やな、おうあ、これ読んでるんですか、これ面白いですよね、不夜城とかいうちょっとボケも入れて、不夜城とった監督やから、でパッて言ったらもうカーッ笑ってんねんて、審査員席、全員が、あ言って、あれどの子のどの子の言って、ほんナンパして履けるみたいな、うん、とこまで行ってんで、あがとうオッケー言って、うん、ほんで、あ、おざした、で、マネージャーと二人でバーっ
ーって帰ろうとしてたら、ドアーって助監督が、あの台湾の台湾にその監督が、うん、台湾の助監督が、はいはい、台湾人がグワー来て、どこどこって言うねんて、うん、それ台湾語やから分からへんけど、それを聞いたら、そのなんか名前とかを全部、電話番号とか全部書いてくれって、住所とか、はい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 、おーってバーッ書いて、もうすぐ連絡するから、絶対連絡するから言って、うん、ありがとうございました言って、で終わってんて、はい、ほんで OM はオーディションみたいな初めてやけど、こんなんな、いやこれはすごいですよってなって、いやこれいけたんじゃん、いやいけましたよ大山さんみたいなね、はいはいはい、ほんで打たれて帰ってんて、うん、ほんなら次の日電話かかってきて、大山のマネージャーに、大変申し訳ないですけども今回落ちましたと、ね、理由はって聞いたら、彼はナイスガイすぎたって言って、彼とレズリーちゃんが並んだら、レズリーちゃんを食べてしまうと、しかし彼は一体なんでナイスなんだと、あんな彼がいたなんて、日本もまだまだ捨てたもんじゃない今回はレズリーちゃんだが、次はぜひに秀夫大山でやりたい、うわすごいやろ、すごいな、これをね、新宿の大衆居酒屋でね、大山にな、なあすごいやろすごいやろ指近い、指近い、それやかんねん、セイジとジュニアよ、お前ら最近注目してることってないか、何々が面白いとか、これにハマってるとか、ちなみにおっさんは部屋の模様替えにハマってんで、なんかある、そんな、昨日ね、はい、僕なんかサイン会やったんです、お本の、うん、あのプレゼントですって、おなんかもらったんですよ、はいはい、ほんで家帰って見てたら、おもうこんなドンピシャなことあるかいうぐらい、はい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 、めっちゃ欲しいもんやって、何、俺な、もうテーブルにリモコンが、おもうめっちゃあんねん、めっちゃある、うん、もうたまらんねん、あれ、な、何個ある、俺な、まあ、テレビやろ、はい、まあ、テレビのがまたでっかいねん、ほうもうこんなんやで、リモコン、な、いつの時代のテレビやねん、いやいや全然新しいで、うん、そんなでかいの、めっちゃ、その俺も全く使えへんけど、うん、そのなんかニュースとか押したらもうニュースがずらー出てきたり、番組用が出んねや、うん、なんか、うん、であともうそこカッパー開けたらまたブワーわかるわかる、はいはい、嘘ー言うぐらい、あな、あもうすごいねん、はいはい、すごいねん、いやもう英語わかったから何個あんねん、それ言うや、ボタン、ボタンリモコン自体がいやほんでそれがあるやろ、ボタンは大体わかるわ、それがあるやろ、うん、ほんでビデオがあるやん、うんうん、ビデオが、はい、な、うん、これはね、こっちに開くわ、こっちにこう行きよるわ、おうちと一緒や、ああがあるやん、ほんでこの DVD があるやん、あるあるある、これはちょっと細長いやつやけど、はいはいはい、これがあるやん、うん、これもう開かへんねん、ああそう、うん、俺はこう開くけど、あ、こうかやん、ああほんで、うん、空気清浄機が、はいはいはい、まだこれ、うん、ポローって、うん、あ、そんなっけか、だから、うん、あんまなかったな、いや4つやん、4つやん、うちの4つやん、うちの方が全然あったわ、え、うちの方が全然あった、ああそう、うん、ほんで、うん、うち7つあったわ、7つテレビ、ビデオ、リモコン、嫁、なんでやねん、ね、なんでリモコンの中に入ってんねん、いや嫁のや、嫁のなアホか、人間や、嫁がなんでリモコンで動くねん、アホか、いやほんで、うん、もういや思ったら、あの俺もう雑誌で見て、うわもうたまらんこれ、ごっつ欲しい思ってて、うん、もう忘れてて、うん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 、わかるわかる、これリモコン1個でこれ全部やるよねん、え、空気清浄機とかもやるか、お空気清浄機やってくれたらたまらんわ、そら、いや全部言うからやんけ、それやったらお前数多い言うのアピールするために無理くそ入れんでええやんけ、何が空気清浄機のリモコンは無理くそじゃほんまにあんねんもん、いやあんねんけど無理くそややこしくなるやんけ、空気清浄機は別やけど、トップ下手くそやわ、お前誰に抜かしとんねん
お前誰に抜かしとんねん。おい、いらんの言いつけんなや。もうややこしいやんけ。そう思うやんけ。だからやったらだからおう、なんかまあええ、なんかま種まいてた子もいろいろ見えてるかもわからんけど、ええ、それはまあええわ、うん、な、テレビ、ビデオよりもあの DVD おうおう、もう一本やん。はいはい、それももうガッツ細いねん。細いねん。ボタン押しにくいやんけ。いや、ボタンもここにあんねん、こう、あって。むっちゃ長いの。めっちゃ長いねん。うそ、ま、30センチ差しぐらいの、ほう、ぐらいあんねんけど、ほう、けどもう細いねん、もう DVD、あれ細いで、DVD のうちのにも細いで、うん、でもそれの半分ぐらいや。むっちゃ細いやん。むっちゃ細いねん。これで全部いけんねん。え、DVD のあのチャプターとかも全部。え、チャプターの操作とかも全部いけんの。何がやねん、何がやねん。何がやねん。だからあれ DVD の音声モード切り替えとかも、じゃあだからテレビ全部見れるし、ビデオに映るやん。ビデオに映るやんか。じゃあだから DVD の録画とかもできるの、それで。え、ハードディスクに録画。聞けや、聞けや。じゃあだからハードディスクに何やねん。それだから俺今から説明してるから聞けや。な、設定を、設定を合わすねん。はい。な、なんやねん、設定表があんねん。あ、ソニーやったらこれです。あ、ソニーやったら1番、はい、東芝やと2番、はいはい、パナソニックやと3番とか、こういうのがあんねん。もう分かった、3番までいかんねん、お前、うん、な、うん、いろいろあんねん、はい、ほらこれで、何番やで、何番、3番の何番とかで押したら、はいはい、もうテレビがいけんねん。もはや、もういらんがいらんねな、うん、まだ設定表、今度はビデオの設定表はまだ別であんねん、はいはい、な、はい、ほな、シャープは何番だよ、書いとるから、まあ、それはまあ設定して、はい、もうビデオいけんねん、うん、もう電源入れたらもうビデオ光り、うん、早送り再生も全部いけるわ、うん、DVD や、うん、な、うん、この設定表があんねや、うん、パナソニック、うちサムソンの、サムソンサムソンかねサムソンかねなんやねん、2個が1個になっただけやんけ。2個が1個やんけ。なんやねん。テレビめっちゃでっかいリモコンがめっちゃ薄なってんからいいやんけ。でもお前数的には2個が1個やんけ。なんやねん。だからあの DVD 買い替えよう思て。なんでね、お前青がなんでリモコンありきやねん。リモコンありきでなんで電化製メインを変えんねん。なんでおかしいじゃんか、お前。買い替えんねん、買い替えんねん、それは。それは買い替えんねん。なんでやねん。それは、そういう子やねん。どんだけ細いの日本にしたいの。めっちゃしたいわ、あれ。私事で大変恐縮ですけれども、もうあの30歳になりまして、おめでとうね、あ、もうありがとうございます。あ、そう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 。あのね、うん、大阪でね、3月僕30日誕生日ですけども、はいはい、まあちなみにまあこんなことはいちいち言わんでいいかもわかんないです。31日は、ちなみにバンドエイジ誕生日ですけども、30日全然いらんよそんな。全然いらんよそんな。いらんか。うん、30日ね、はい、あの大阪で。あのやれメッセンジャーやジャリズムや、はいはいはい、サバンナや、剣道小林やで来て、はい、そのチアラトークでまあいろいろゲストの来る番みたいな感じでやったでしょ、はいはいはい、うん、ほんでまあみんなで打ち上げ行って、うん、別にいいですよ、ね、全然いいですけど打ち上げ行って、まあ、あなたも来て出てたメンバー全員来て、うちのスタッフやマネージャー来てでわー飲んでました ね、うん、ね、ほんで、まあ、大阪でよく行く店があるんで我々、うん、でそこをもうぼちぼち移動しましょうかって、うん、後輩がね、うん、言うんで、おお、そやな、おお、行こうか、おお、まあ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 もうちょい待ってやんけ、空気読めやと思いながら、うん、山下に、うん、ね、まあぼちぼち行きましょうか、うん、おお、まあ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 、おお、まあ行くけどちょ、まあ、ちょもう空気読めや、でもうちらって一応が見て。そら、ケーキぐらい出てくる思ってるから言うたって、うん、千原兄弟のジェイが誕生日や言うて、うん、やっとることやから、うん、打ち上げ会場、うん、ケーキぐらい出てくんやろ思って、まあまあ待って、まあ、空気やめや、これえらい出てけへんな、あ、もう日付変わっとるな一応か、もう俺らぼちぼち行くけどって言ったら一応が、あ、お疲れした
マジか思うて何にもあれへんな、うん、前の日や30日になった日や電話も一切なれへん1時ちょい前に唯一なった電話がおかんやおめでとう、あのそれとお腹痛い言うてた治った30や肌が痛かったとしても自分で何とかする言うてたら、おとつい、うちの家で、ね、一人後輩であのうちの家の合鍵持ってるやつがいてるんですよ、はいはいはい、ジュナさん今日はあの勝手に入ってていいですかと、ね、うん、ほんで何やろうなと思ってたらそのまあ我々というか僕は大阪行ってたからそのみんなでこう誕生日を何もしてないから、うん、後輩が、うん、集まってやるって、うん、うちの家で、うん、ね、ほんでその鍋作ったり鉄板焼きなんやしたり、はいはいはい、言うてやるってジュニアさんを慕う後輩たちが、うん、もう15人から集まってやる言うて、うん、あそうかーって俺仕事終わって家帰ったらもううわーおったわ、うん、みんな、うん、ほんでわー言うてな、ほんで俺なわー飯食うてなんだかんだわー喋ってちょっと便所行ったんや、うん、な、ほんならもう一人の後輩がなんかちょっと廊下みたいになっててそこ便所バッて出たら あジュニアさんちょっとあの話がもう下手くそな演出下手くそ、いやあのね、なんて言うたらいいっすかね、ちょっと言いにくいんすけどねみたいな、あ、早せ早せもう聞こえてんねんほんでもう OK ですなって、あの話はまだ今度でいいですみたいなってほんで俺バーって入ったらもう電気暗くて、うん、な、うん、バーンバーンって言ってうちの家で迷惑ないろんな人いてんのに周りに、うん、バーンバーンおめでとう言って、うん、ケーキ出てきたら、うん31本だってんねん何にも慕われてないかわいそう考えられへんわもうあのな昨日聞いてんけど、うん、水玉のまああいつとこな水玉の剣っていうのはね、うん、もうものすごい天然なんです、うん、ねあのうわもう最近兄さん僕ちょっとなんか縁起悪いことばっかり起こるんですよもうちょっと十字切りますわ言ってこうやって稲妻をこう書いてみたりするそんなやつなんよねやっぱなすごいで剣がまた実家に住んでる頃に、うん、剣が実家で弟が暴走族やねん、うん、剣の弟は、うん、ほんで剣がおって、うん、ほんで親父が警官やねん、うんな、ほんでお母ちゃんがおって実家におったんやってな、ほんならドワーって言うてんて、うん、ケンが2階の部屋におったら、うん、ドワーンって言ってうわー何やこれ言うて家族みんなで何やった今の何や分からん言うて表出ようってバッと表出たらこんな石が壁にドーンぶつけられてほうほう壁ボーコーへこんでんねんて、うん、それがなんか屋根にゴーン乗ってんねんて、うん、であれあれや言って、うん、ちょ何やこれ弟がその暴走族やから、うん、その敵対してるチームのやつらがなんかやってんちゃうかとか親父が警官やからそこの親父に裏に持ってるやつがなんかやったんちゃうかとか言って、うん、こうみんないろいろこう探っててんてほんである日また剣があの2階の部屋おったら今度バーベーってガラス割れて うわーってなって、うん、そんなんが2回3回ぐらいあってんて、うん、ほんでちょっとこれもうシャレならんと、うん、捕まえるって、うん、家族全員で会議して、うん、みんな木刀を用意して今度なんかあったらもう一斉に飛び出て、はいはいはい、みんなで捕まえるぞ言って松谷家が4人、うん、な一致団結やしてで息潜めて待っててんてほんならバーリーンってガラス割れてんて、うん、今ー言うて、うん、家族4人でうわー追いかけてその間におかんはもううわー警察電話して、うん、ほんで親父がガーッ捕まえて何すんだじゃこらー言うてその捕まえたらおんねってんて、うん、犯人が、うん、何すんだじゃこらーってバッて見たらその女があなた奥さんいたのね言うて剣の親父の愛人やってあなた奥さんいたのね言ってほんならおかんが電話したもんやから、うん、
警官ブワー来て、うん、おー松谷さんどないしちゃったんすかじゃっていやなんもないねんやって言ってめっちゃおもろいよ。いやいろんなやつおるね。いろんなやつおる。あのねまだあのうちのっていうことだけどサバンナの、うん、高橋は俺やろ、うん、あれはもう昔から女に変な女を寄せつける引力パワーがあんねん、はい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 、高橋がおったらなんか揉めんねん、はいはいはい、揉めたりすごい女に出くわしたり、はいはいはい、ね、うん、高橋がね、はい、もう一人のやつとナンパしてめっちゃ145センチぐらいの女の子とほんでもう一人の165、6の可愛い子やねん、はいはい、ね、ほんでナンパしてほんであでももうこっちやなこの子はないなみたいな感じやってんでほんでこの女の子はいやあの悪いけどこの子には何もせんといて全部私がやるからこの子にはもう一切手出さんといてって言うよねで、ほう、もうええねんもうそんなお前が言うことじゃんやろそら個人個人の話やねんからお前が言うことじゃんやんけいやほんま自分舐めてたらあかんで私いろいろやってるからいやもうだからもうええってお前引っ込んどけや言うたらその145センチの女がスパーンって蹴り舐めてたらあかんでスパーンって言って高橋さん左だけピューボー飛んでいってってこいつできるできすぎるやろそんなもんとか、まあ、そんな話がいろいろあって高橋が福岡、はいはい、行ってんて、うん、な、うん、なら、はい、みんなで、うん、そのまあホテルの部屋まで来てくれる風俗を、うん呼ぼう言うて、うんねうん、3人おってんて、うん、ほんである一番先輩がもうそれはその風俗代は俺がおごったるとはいはいはい、はいね、高橋が一番怖いねんて、うん、ほんでお前どんな子がええって言われて注文というかこうたあの発注すんのに、はいはい、若くて可愛い子、うん、ああお前分かった分かった言ってお前どんな子がええああ僕じゃあおっぱいの大きな子お願いします、うん、お分かった分かった言って高橋どうするって言われて高橋もせっかく先輩におごってもらうねんし、はいはい、そのもうマジで言うてどうすんねん、うん、っていうのがすごいあるからあいつはじゃあ僕歯茎に特徴のある子えいやいやお前ええんかそれ高橋ええんかいやいいですいいです大丈夫ですって、まあ、そういうのはね、まあ、男性わかるでしょうけど、まあ、風俗行ったら例えばじゃあ次の日昨日どうやったどんな女来たみたいな話になるから、うん、そこでまあおもろい話でもできたらええわお前、はいはいはい、歯茎に特徴のある子で分かった言って部屋で待っててね高橋が、まあ、ピンポンって来よった思ってパーって覗き穴覗いたらもう覗き穴の8割ぐらい歯茎やねんどういうことやねんな、うん、魚眼レンズで8割歯茎の女が来て、うん、でまあ入れて喋、うん、ってたら、うん、めっちゃ鬱陶しい女やねんて、うん、どういうその女が、うん、ほんでねもう高橋も喋んの鬱陶しいなほんで、まあ、とりあえずシャワー浴びてきいなって言うたらその女が嫌だねったら嫌だねって言われてでもうイラー来てこいつもうどうしたのかな思ってほんまそこでもう帰らそうかな思ってんけど先輩明日どうやったみたいなことになるし、うん、ねこれはもうなんとかで、まあ、まあことはしてほん、はい、でまあこれもう、もうねえぐい話ですけど口に射精してほ、うんで終わってんて、うん、でほなその女がその精子を高橋にうわーって高橋の口に入れようとしてんだよ何やねんそいつほんで高橋くるって何すんのじゃこら謝れ言うたら嫌だねったら嫌だねすごいなあいつが大阪でヘルス行って、うん、なほんなら中国人なんて、うん、もう日本語全く分からへんねんて、はい、ほんでコミュニケーション取らなあかんもてこう紙に漢字でやり取りしててんで、はいはいはい、年とか、うんうんうん、仕事とか大学生とか、うん、ずーっとそうやってやっててんで可愛らしい女の子やねんで、うん、ずーっとそうやって漢字でずーっとやり取りしててほんでまあいろいろこと終わって、はい、帰ろう思ったらその女の子がバーって書いて高橋にバーって見せた文字が硬いっていう感じやってんで
かったやん。辛かったやん。